今回は8月9日のカード追加で登場したノーマル関数を紹介するよ。スペックは7分の7気合とダメ系妨害を気にしない超絶牙。計略はおなじみ反逆ののろしやけど、この計略は大幅な強化を受け取るよ。戦場からランダムに一部隊撤退、範囲内の味方から一部隊撤退に変更されて狙った部隊を切ることができるようになって、運要素がなくなって高い性能をストレスなく引き出せるカードになったよ。この計略を生かすならやっぱりわらデッキ。英撃では三国志より前衛の高コストが強く、超絶牙わらは塗り勝ちしにくいけど、この関水なら四季音やから仕掛けられる数や戦っていられる時間で勝負できると思うよ。感じで高い魅力上昇値と新しく追加気合が噛み合って、乱戦での防衛ではとことん輝けるカードやと思うよ。厄介なことだ。落ちなさい。体勢を立てろ。愚かでも構わん。俺様のまっすぐを貫く。落ちなさい。報復の時。ぬわぎゃどっちだ？逃がさん。情けをかけるな。おりとなれ。うわよ。乱ってのは生きるための戦いだ。ぬわぎゃ。
じゃうじゃ固まりやがってよ。この世から消え失せろ。流派発動、身の肩雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。落ちなさい、逃がさん。親父すまない、早く終わらせましょう。いや怖い、覚悟はできている。逃がさん、ボロすぎてへそが茶を沸かすな。この目厄介なことだ。逃がさん、敵陣はどっちだ。逃がさん、ぶっ倒れるまで突っ込むぜ。だね、俺はここにいる。体勢を立て直す。邪念の声かけろ。しくじったか。この人奥義使ってないの忘れてると思うよ。というわけで式4武力17が強い1試合目やったで。
肩。どけ。遥か先を打ち抜け。どけ。流派発動。身の肩。どけ。お粗末様でした。うわっ、やったー。体勢を立て直す。この間ね。ための戦いだ。切られる時が来たか。俺が先駆けとなり幕府を打ち倒す。敵陣はどっちだ。一の肩。流派発動。一の肩。危ねえ。俺たちは捨て駒か。貴様。出世の道も見えてきたな。戦機解放。往復の時。どけ。お粗末様でした。ご視聴ありがとうございました。個人的には運用素がなくなって三国志の陣馬反逆よりも好みのカードかな。